マグロ。マグロ。マグロは、サバカマグロ属、学名、に分類される、甲骨魚類の総称。段階性で、外洋性、海遊性の大型肉食魚で、日本をはじめとする、世界各地で重要な食用魚として漁獲されている。俗名、カナテンシャレー、トゥンヌスは、マグロを意味する、ラテン語、日本語の、マグロワメが大きく黒い魚であること。 メグロマグロに由来するという説がある。現代の日本語では、マグロ族の中の一種であるクロマグロ、学名、のみを指して、マグロと呼ぶ場合も、少なくない。また、カジキマグロ、カジキの称お及び、イソマグロ、イソマグ属は、和名に、マグロを含むが、学術上はマグロ、属ではなく、生物学の成立以前から存在した通俗名、カジキマグロ、イソマグロ、 などを引き継いだものである。英語名綱は、マグロと日本語訳されがちであるが、実際は、上位分類群のマグロ属、全般を指し、マグロだけでなくカツオ、ソーダガツオ、マルソーダ、ヒラソーダ、スマなどを含む、詳細は綱を参照。全長は六十センチメートルほどのものから三メートルに、達するものまで種類によって異なる。最大体制用クロマグロは、 全長4.5メートル、体重680キログラムを超える。水中生物としてはかなり高速で遊泳することができる。全長1.7から3.3メートルの大西洋クロマグロの群れの遊泳速度を測定した結果、平均の遊泳速度は3.6時速10.8キロメートルと計算されている。また、瞬間的な最大速度は、 時速8 0トルに達すると推定されている。体型は防水型で、体の横断面はほぼ楕円形。鱗は胸びれ周辺を除けばごく小さいかほとんどなく、高速遊泳に適した体型である。ふはわずかに前方に尖る。尾ひれは、体格と同じくらいの大きな三日月型だが、それ以外の角ひれは小さい。第二背びれと尻びれの後ろにはいくつかの小利びれ。 使用力がある。ただし、種類や成長段階によっては胸びれ、第二背びれ、尻びれなどが釜状に細長く伸びるものもいる。筋肉内の血管は、動脈と静脈が近接する、肝を、肝を、出てみろぶるという構造を持つ。これで体内の熱が逃げるのを防ぎ、体温を海水温より高く保って、運動能力の低下を抑える。 全世界の熱帯、温帯海域に広く分布するが、種類によって分布域や生息推進が異なる。海中では、口とブタを開けて遊泳し、ここを通り抜ける海水で呼吸する。泳ぎを止めると窒息するため、たとえ睡眠時でも止まらない。食生は肉食で、氷層、中層性の魚類、甲殻類、糖足類などを捕食する。海洋の食物連鎖においてはクジラ。 アザラシ、カジキ、サメなどと並ぶ工事の消費者である。それゆえに、相対的に個体数が少なく、また、生物の欧縮によって汚染物質を蓄積しやすいため、様々な問題も起きている。工術。マグロ族には、カキのハッシュが含まれる。刺身、寿司種、焼き魚、ステーキ、缶詰など幅広い。背中側と腹側では、 脂肪の含有量が異なり、部位によって赤身、中トロ、大トロと呼ばれる。目玉や頭肉、釜、おのみ、内臓なども食味が良く、産地を中心に食べられている。日本人は古くからマグロを食用とし、縄文時代の海塚からマグロの骨が出土している。古事記や万葉集にもシビの名で記述されており、大魚、オフオ、ヨシはマグロの枕言葉、 江戸の世相を記した、随筆、慶長見文集ではこれを、しびと呼ぶ声の響き、しびと聞こえて不吉なりとするなど、その扱いは、いいものとは言えなかった。これは鮮度を保つ方法がなく、腐敗しやすいことが原因である。かつては、魚介類の鮮度を保つには、水槽で生かしたまま流通させる方法があったが、マグロの大きさでは、それが不可能であった。 また保湿を落として乾燥させる方法もあるが、マグロの場合は食べるに困るほど身が硬くなる。カツオの場合は乾燥させた上で熟成させ、カツオ節として利用したが、マグロはその大きさからそういった目的では使われなかった。唯一の方法は塩漬けにすることだが、マグロの場合は食味がかなり落ちたため、下を落とされ、最下層の庶民の食べ物だった。 江戸時代中期から調味料として醤油が普及した。これにより、マグロの実を醤油漬けにするという、新たな保存方法が生まれ、漬けと呼ばれ、握り寿司のネタとして使われ出した。近代以降は、冷蔵技術が進歩したことから、赤身の部分の生殖が普及したが、戦前までは、大衆魚であった。北王子露産人は、マグロそのものが下手者であって、 一流の食通を満足させるものではないと評していた。脂身の部分である、トロは特に腐敗しやすいことから猫もまたいで通る、猫またぎとも揶揄されるほどの不人気で、もっぱら缶詰などの加工用だった。冷凍保存技術の進歩と生活の洋風化に伴う、味覚の濃厚化で、1960年代以降は、生食用に沈徴される部位となった。なお、マグロの品質が低下しない、 冷凍温度帯は低、摂氏30度以下であり、実際の流通上では低、摂氏50度の超低温冷蔵庫に保管する。なお、一旦解凍したマグロを再凍結すると組織が破壊され、非常に質が劣化する。再解凍後にはドリップ、旨味成分等を多量に含んだ汁が流れ出すなどして、風味も落ちてしまう。1995年の統計では、 世界のマグロ漁獲量191万トンに対し、日本の消費量は71万トン、そのうち60万トンを刺身、寿司等の生食で消費している。加工品では、ツナもしくは、シーチキン、商標名と呼ばれる、サラダオイル付けの缶詰が多い。日本の各県庁所在地での家計調査によると、一世帯、あたりのマグロの購入量は年々減少している。消費率は、 マグロ水揚げ日本一の静岡県及び隣接する山梨県関東地方が上位を占める。一方で西日本の数値はのきなみ低く食文化の相違が見られる。2012年1月6日、築地市場で青森県大間産の黒マグロ269キロが5649万円の市場最高値で落札された。近年の市場最高値更新は 2001年に、青森県大間産2千2 0万円、2 0二キロ、2011年に、北海道問遺産に3249万円、342キロ、となっていた。和歌山県の県の魚に指定されている。ハエナは、一本釣り、エーナは、トローリング、ツキンボウ、巻き網、低地毛などで漁獲される。近年は、 種苗個体を採捕して肥育した養殖、畜養物も,も流通している。かつてマグロ漁船といえば、重労働、高収入の代名詞であり、特に遠洋マグロ漁で栄えた気仙沼漁港や、塩釜漁港の周辺には、漁師たちにより、唐桑御殿と呼ばれる、高層な入れもや作りの家屋が競うように建てられるなど、漁港周辺は、マグロ漁と関連産業により、活気づいていた。 また借金などで急に大金がいる場合には、マグロ漁船に乗せるなどという言い回しも用いられたが、近年では、輸入量の増加、養殖物の流通等により、必ずしも高収入ではなくなってきている。マグロの消費量が増大し、マグロの価格が高くなった。日本も、輸入マグロの割合が増え、価格の影響を受けやすくなっている。さらに、原油価格高騰。 漁船燃料高騰による出魚のコスト増、マグロ減少による漁場の遠距離化、出魚に対する成果の低下も重なり、価格高騰に拍車をかけている。マグロを取り扱う日本国内の各漁業協同組合、水産企業では漁船の燃費節約に迫られたが、対応できず倒産する水産企業が相次ぎ漁協の解散例すらも出た。これもマグロ漁獲高減少。 価格上昇につながっている。90年代後半から2000年代初めにかけて、台湾漁船の大量漁獲によって、日本での水揚げが減少したため、日本は減少分を台湾から輸入して維持したが、海洋資源保護の立場から、台湾のマグロ漁級拡大が批判された。このため台湾政府は、マグロ漁の規制に乗り出し、マグロ漁船を公開解体するなどで海外にアピールした。 台湾での規制によって日本へ入るマグロが減少した。さらに中国都市部での日本食ブームによってマグロ需要が急増し日本の漁獲減少の隙をついて中国漁船による活動が拡大し競争が激化している。また乱獲防止と資源保護のため漁獲量が2割減が決まりさらに高騰すると言われる。そのために近年では 世界中で赤マンボウなどのが増えている。過去、米国及びオセアニアにおいては、脂身であるトロは、商品的価値、需要が低かったので、日本の商社はトロを安価で購入することができた。しかし、近年の日本食、寿司ブームの影響で欧米でもトロに対する需要が起こり、かつてのような値段では購入できない状況にある。また、1990年代後半には、台湾で、 2000年代に入ってからは中国で日本食を中心とした海産物の人気が高まり中国向けの漁獲が急増しているため競争はますます熾烈になっている。前述のように相対的な個体数が少ない上に需要増加、価格高騰が拍車をかける形で世界中でマグロが乱獲され国際的な資源保護が叫ばれている。絶滅が危惧される生物を記載した。 IUCN レッドリストにはマグロ8種の打ち5種が記載されている。過激な保護運動を行う環境団体にはクジラ並みにマグロ料金止を求める強硬派もいる。こういった国際的な動きに対して日本は2001年から2年にかけて水産業界を中心に不利な規制が多数決で押し通される恐れがあると中西部太平洋マグロ類条約の準備会合を ボイコット氏が結局2004年に日本抜きで発行され、日本はその翌年に加盟することとなった。食料農業機関 FAO 水産局長の林森隆、総大教授は日本は世界中の海でマグロを取りまくっていながら規制強化には後ろ向きだという悪いイメージを与えたとしている。その後、2010年3月、 ドーハでのワシントン条約締結国会議において21世紀、初頭の個体数が1970年代と比較して90%、減少し大西洋クロマグロの付属所愛への掲載の是非について審議が行われたが、18日の採決では大差で否決された。マグロは長距離を遊泳すること、成熟に時間がかかること、小さな傷が、 死につながるほど皮膚が弱いことなどがあり、捕獲したマグロの稚魚や若菜を養殖する畜養が中心で、卵から生魚まで育てる完全養殖の技術確率が急がれている。マグロ価格高騰と天然物の漁獲量低下の追い風もあり、畜養による養殖の出荷量は増加している。低コスト化、安全性向上のほか、トロの割合を多くし価値を高める研究も、 行われている。黒マグロの蓄養は、養魚が黒潮に乗って回遊してくる、西日本各地で行われている。蓄養マグロの出荷量は、1位の鹿児島県が2位の長崎県以下を大きく引き離している。完全養殖による生産は始まったばかりであり、現在流通している、養殖のマグロはほぼ蓄養によるものである。これに対し、前述の乱獲問題にも連なるが、 稚魚の乱獲になるという批判もある。2002年に近畿大学水産研究所が30年余りかけて商業化に向けて研究を続け世界で初めてクロマグロの完全養殖に成功。2004年には市場へと出荷が開始された。近畿大学は和歌山県串本町の大島実験場と奄美大島の奄美実験場を拠点に技術開発を進め、 地魚の生産が増えたことと地魚の輸送技術が確立されたことなどから2007年12月から自身の完全養殖地魚人口負荷の第3世代を他の地区養業者に出荷する事業を開始2009年には約4万匹の地魚を育成内約3万匹を養殖業者へ出荷している4万は日本の海で漁されている養魚の10分の1の量今後は 2010年現在3から5%の稚魚の生存率を10から20%程度に向上させるのが目標となっている。また、マルハニチロは2015年に約1万匹出荷を目指して完全養殖に取り組んでいる。2020年までには東南アジアへ2000匹を輸出を目標としている。東京海洋大学では移植によってサバに マグロの生死を作らせることより、マグロを量産する方法の研究を進めている。食物連鎖の頂点にある生物には、様々な物質が生物の汚宿により蓄積することは以前から知られており、海洋生物のトップであるクジラやマグロも例外ではない。マグロは小型の魚より汚染物質の濃度が高いことも同様に知られている。問題視されることがある汚染物質は、 有機水銀、メチル水銀、ダイオキシン類、放射性物質などであるが、通常の食事においては、DHA などの不飽和脂肪酸など理が多く寄避する、理由はない。メチル水銀の場合アメリカの FDA は、2003年に妊婦や授乳中の女性及び子供のマグロ摂取量制限の勧告を行っている、録音水コール、約 170g、週、ニューヨーク市では、 2007年、いくつかの寿司料理店において、基準値を超す水銀が検出されたが、世界で水銀汚染が進んでいるということではなく、健康被害はないものの調査研究を行うこととなってる。それらの騒ぎが発生する前に、厚生労働省による見解が2003年と2005年に示されている。2003年の発表において、海外の調査報告が行われ、 2005年の発表では妊婦の摂取に関して言及している。そこでは便宜的にメチル水銀を単に水銀と表記している。欧州食品安全機関は2014年12月19日、魚介類、水産物中のメチル水銀のリスクと比較した魚介類、水産物摂取の便益に関する声明書を採択し、その声明の中で 出生前の神経発達の毒性に基づき、メチル水銀の図である1.3マイクログラム、キログラム体重、週を設定した。また、幼児、小児及び妊娠可能年齢の女性については、メチル水銀含有量の少ない魚種の摂取を増やすことによって、魚食の便益を得ることが望ましいなどとした。主に軟組織に広く取り込まれて分布し、生物の汚により、魚食性の高い魚種、 カツオ、マグロ、タラ、スズキなどでの高い濃縮度を示すデータが得られているが、低生生物を主な餌とする魚種、カレー、ハタハタ、甲殻類、トウソ足類、貝類では、比較的濃縮度は低い。また大型の魚種ほど、濃縮度が高くなることが示唆されている。若い魚や高水温域に生息する魚ほど、代謝が良く、排出量が多くなるため蓄積量は、 少ないと考えられている。体内に取り込まれる経路は餌がほとんどであるが、エラを通じて直接取り込まれる経路もあり、それぞれの経路の比率についてもデータは不足している。サバなどと同様に鮮度が低下したバイヒスタミン酸性菌によりヒスタミンが生成され、喫食することで食中毒が発生する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。